第2章古今の人物論より西郷の大きさ。西郷の台所領について維新当時の模様をもう少し細かに言うと、官軍が品川まで押し寄せてきて今にも江戸城へ攻め入ろうという際に、西郷は俺が出したわずか一本の手紙で芝田町の薩摩屋敷までのそのそ短パンにやってくるとは、なかなか今の人じゃできねえこったよ。あの時の短パンは実に骨だったよ。官軍に西郷がいなければ話はとてもまとまらなかっただろうよ。その自分の形勢といえば、品川から西郷などが来る、板橋から伊地知などが来る、また江戸の市中じゃ今にも官軍が乗り込むと言って大騒ぎさ。しかし俺は他の官軍には頓着せず、ただ西郷一人を目に置いた。そこで今話した通り、ごく短い手紙を一つやって、双方いずこにか出会いたる上談判いたしたいとの旨を申し送り、またその場所はすなわち田町の薩摩の別邸がよかろうとこっちから選定してやった。すると官軍からも早速承知したと返事を起こして、いよいよ何日の何時に薩摩屋敷で談判を開くことになった。西郷との談判、当日おら羽織袴で馬に乗って従者を一人連れたばかりで薩摩屋敷へ出かけた。まず一室へ案内せられて、しばらく待っていると西郷は庭の方から古洋服に薩摩風のひっきり下駄を履いて、例の熊次郎という中牧を従え平気な顔で出てきて、これは実に遅刻しまして失礼と挨拶しながら座敷に通った。その様子は少しも一大事を前に控えたものとは思われなかった。さていよいよ談判になると、西郷は俺の言うことをいちいち信用してくれ、その間に一点の疑念も挟まなかった。いろいろ難しい議論もありましょうが、あっしが一心にかけてお引き受けします。西郷のこの一言で江戸百万の精霊もその生命と財産とを保つことができ、また徳川氏もその滅亡を免れたのだ。もしこれが他人であったら、いや、貴様の言うことは自家到着だとか、言語不一致だとか、たくさんの京都があの通り諸々に頓衆しているのに、京順の実はどこにあるかとか、いろいろやかましく責め立てるに違えねえ。万一そうなると談判はたちまち破裂だ。しかし西郷はそんな野暮は言わねえ。その退却を達観して、しかも果断に飛んでいたにゃ俺も感心したね。この時の談判がまだ始まらねえ前から、桐野などいう豪傑連中が大勢で次の前来て密かに様子を伺っている。薩摩屋敷の近傍へは官軍の兵隊がひしひしと詰めかけている。そのありさまは実に殺気陰々としてものすごいほどだった。しかるに西郷は泰然としてあたりの光景も目にいらないもののように、談判をし終えてから俺を門の外まで見送った。俺が門を出ると近傍の町々に頓衆していた兵隊はとーっと一時に押し寄せてきたが、俺が西郷に送られて立っているのを見て、一度うやうやしく捧げつつの敬礼を行った。俺は自分の胸を刺して兵隊に向かい、いずれ今明日中には何とか決着いたすべし、決定次第にて、あるいはそっからの筒先にかかって死ねることもあろうから、よくよくこの胸を見覚えておかれよ、と言い捨てて、西郷にいとまごいをして帰った。
西郷の礼儀正しさ。この時俺がことに感心したな。西郷が俺に対して幕府の重臣たるだけの敬礼を失わず、談判の時にも始終居住まいを正して、手を膝の上に乗せ、少しも戦勝の意向でもって敗軍の将を軽蔑するというような風が見えなかったことだ。その胆量の大きい子だ。いわゆる天空快活で見識威張るなどということはもとより少しもなかった。あの仕富康という男が若い自分に俺のところへやってきて、西郷に会いたいから紹介状を書いてくれと言ったことがあった。ところがだんだん様子を聞いてみると、どうも西郷を刺しに行くらしい。そこで俺は仕富の望み通り紹介状を書いてやったが、中にはこの男は即下を刺すはずだが、ともかくも会ってやってくれとしたためておいた。それから仕富は直に薩州へ下って、まず桐野に面会した。桐野もさすがに目が張る。仕富を見るとその挙動がいかにも尋常でねえから、密かにかの西郷への紹介状を開封してみたら、果たして今の始末だ。さすがに不敵の桐野もこれには少し驚いて、すぐさま異彩を西郷へ通じてやった。ところが西郷は一向平気なもんで、勝からの紹介状なら会ってみようということだ。そこで仕富は翌日西郷の屋敷を訪ねて行って、仕富康氏がお話を受けたまわり命らしたというと、西郷はちょうど玄関へ拝していたが、その声を聞くと悠々と起き上がって、私が吉之助だが、あっしゃ天下の大勢何度いうような難しいことは知らない。まあお聞きなさい。先日わしは大隅の方へ旅行したその途中で、腹が減ってたまらぬから16文で芋を買って食ったが、たかが16文で腹を養うような吉之助に天下の形勢などというものがわかるはずがないでないかと言って大口を開けて笑った。ところが決起の仕富もこの出し抜けの話に気をのまれて、殺すどころの段ではなく挨拶もろくろく得ずに帰ってきて、西郷さんは実に豪傑だと感服して話したことがあった。知識の点においては外国の事情などはかえって俺が話して聞かせたぐれえだが、その肝の大きいことはこの通りに実に絶倫で、議論も何もあったものではなかったよ。今の世に西郷が生きていたら話し相手もあるに、何周の苔と話すや夢の後。横井湘南。横井湘南のことは尾張のある人から聞いていたが、長崎で初めて会った時から途方もねえ聡明な人だと心中大いに敬服して、しばしば人をもってその説を聞かしたが、その答えには常に今日はこう思うけれども明日になったら違うかもしれないと申し添えてあった。そこで俺はいよいよ彼の人物に感心したよ。